笠砂丸は日本の商船の名前の一つ。1のうちかつて大阪商船が所有運航していた貨客船。太平洋戦争では特設病院船。戦争終結後は引き上げ船として運用された。本港において記述。1のうち1859年にイギリスで建造された鉄製外輪船デルタを1874年に 日本政府が購入して台湾出兵にしよう。後に郵便機船三菱会社にカフされて高砂丸と命名されスクリュー船に改造される。日清戦争後の1898年にアメリカ船首に売却されセンテニアルと改名される。日露戦争末期の1905年9月13日密輸船として運用されていた際に 宗谷海峡で打捕されるが、打捕が9月5日のポーツマス条約調印後のため、釈放されたが、アメリカに帰国の途中で消息を絶つ。その後、1913年にカラフト北方で氷海に閉ざされているところを、ロシア人一行に発見されるが、以後の消息は不明。デルタ時代には、スエズ運河を最初に通過したイギリス船という栄誉を得ている。 1>, 1のうち、日本海洋漁業が所有していた275トンのトロール船。日中戦争から太平洋戦争にかけて特設総海艇へとして徴用され、1944年9月24日にパラオマラカル島沖で沈没した。文中、トン数表示のみの船舶は一部の例外を除いて大阪商船の船舶である。 大阪商船は1896年に大阪と、キー・ルン間の航路を、台湾総督府命令航路として、定期航海を加盟され、遅れて、同区間の航路を、命令航路として加盟された日本郵船との間で、競争を繰り広げるが、大阪商船では、大型船の投入などで常に先手を打って、サービスの向上に努めた。大正時代までは、かさ丸や、アメリカガン、 宝来丸など他の船会社や外国からの購入船で占められていたが、昭和時代に入り、台湾航路向けとして、初めての新造船となる高千穂丸が竣工した。しかし、時代の趨勢とともに、台湾の重要度が増し、高千穂丸を拡大改良した価格船が投入されることとなった。これが高砂丸である。高砂丸は、 1937年4月28日に、三菱重工業長崎造船所で竣工した。大阪商船の主任造船技師だった、和辻春樹は、高千穂丸に続いて、客室部分の甲板の反りを廃止して、極力水平に近づけ、居住性を高めた。その一方で、外観上は、高千穂丸とは異なって、流船型を多用するなど、美意識が潜んだ。 デザインでまとめ上げられた。機関部も改良が加えられ、機械室の修復水器の配置方法や主軸受けの位置を変更して、スペースの縮小と重量軽減に取り組んだ。ーマージンは30%程度に設定され、少し石炭を余分に炊くと、たちまち20ノットに増速したが、これは命令航路では到着時刻の原種が規定されており、 高天寺の航海での遅れを取り戻すための措置だった。大阪商船の台湾航路就航船の中で、文字通り、最大、最新、最高速を誇ったが、スペック面では、高砂丸の巡航に先立つ1ヶ月前に完成した、近海優船の藤丸とほぼ同等であった。高砂丸の就航に先立ち、これまで、台湾航路に就航していた、水穂丸は、 大連航路に転属となった。春航後は5月10日から12日に芝浦不登で5月18日に神戸港中特定でそれぞれお披露目が行われ、神戸でのお披露目の2日後の5月20日に諸女公開でキールンに向かった。高砂丸の運航スケジュールに関しては、高千穂丸及び宝来丸と共に月山往復の就航でキールン業は 神戸を正午に出港し、文字には、翌日の未明に到着して、正午に出港、二日後の正午に、キールンに到着。逆の神戸行は午前11時に、キールンを出港して二日後の午後1時に、文字に到着し、午後5時に出港して、翌日の午前10時に、神戸に到着するという高砂丸専用のダイアグラムが組まれ、藤丸を筆頭とする。 金華優先の船舶とのサービス競争を繰り広げた。就航後間もなく日中戦争が勃発し、高千穂丸が一時日本陸軍に貸し上げされたが、高砂丸は1941年11月まで台湾航路に就航し続けた。病院戦時の高砂丸、高砂丸は昭和16年11月12日付で日本海軍に徴用され、12月1日付で 特設病院船として入籍する。12月20日まで、三菱重工業神戸造船所で、特設病院船としての偽装工事を行った後、連合艦隊主力部隊に配属される。12月23日に連合国側に、朝日丸及び日川丸とともに、病院船として、船名を通告され、南方方面に出動する。ライン作戦の進捗に伴い、 朝日丸では負傷者が裁ききれないと見込まれたため、1942年1月末から、朝日丸に代わって、ダバオ方面で行動。3月からはマカッサルなど、セレベスト方面を行動するが、4月26日に、最初の災難に見舞われた。高砂丸はこの日の未明1時38分頃、南伊礼三度19分、統計127度27分。 南位3.317度統計127.450度、マイナス3.317、127.450のアンボン近海を航行中に、アメリカの潜水艦ピカーレルに発見されてしまう。ピカーレルは、小船の煙を発見して、戦闘配置を例した。4月26日に入ってすぐ、ピカーレルが、監視発射艦から4本。 艦尾発射艦から一本の魚雷を発射し一本が命中した。ピカーレルは浮上して目標を追跡し、さらに魚雷を二本発射したものの命中しなかった。そのうち混合岩急客船と応募式艦船が高速でピカーレルの方に向かってくる気配があったのでピカーレルはスコールに紛れて戦場を離脱した。ピカーレルが 混合岩急脚船と判断した艦船こそ他ならぬ高砂丸であり、高砂丸は魚雷の命中により火事と火事取り機械及び船体の一部を損傷した。この攻撃に対する抗議は1943年12月になってようやく行われたが、 連合国側から昭和18年5月14日の囲号第177潜水艦によるオーストラリア病院戦戦闘の撃沈事件を持ち出される一幕もあった。また、アメリカ政府は、この攻撃は、アメリカ側に、高砂丸が病院戦として通告される前の件と、する。ともあれ、高砂丸は修理のため後方に下がることとなった。修理後は、 ソロモン諸島方面に進出した。だが、ショートランド停泊中の11月1日に爆撃を受け、資金団により損傷する。修繕後は再びトラック諸島やラバウルなど、南東方面と、別府や横須賀などとの間での患者輸送や診療に従事するが、直接現地に赴いて、患者を収容したほか、氷川丸や天皇丸から患者を託されて構想するパターンも、 あった。1944年1月以降の第18次公開は南西方面を行動し、マニラ、ダバオ、アンボン、クパン、スラバヤなどに点在する海軍病院や艦船陸上部隊をめぐって3月12日に佐世保に寄港の後、3月14日にクレに帰港。次の公開ではトラック、メレオン島及びパラオ方面をめぐるが高砂丸は この航海で二度目の災難に遭遇した。パラオは、高砂丸が向かう、少し前の3月30日から3月31日に、かけてアメリカ第58任務部隊の攻撃を受けたが、その際に関西機の一部は、干渉内及び干渉に至る水道に嫌いを投下して布設した。干渉南方の水道は、比較的安全と見られており、高砂丸も干渉に入る際は、 南方の水道から入るよう指示を受けていた。4月9日朝8時10分、高砂丸は、要水道を通過中に2発の時期嫌いに食雷し、翌4月10日までには、五寒杯まで浸水して、沈没の危機に陥った。収容患者を、近在の小島に避難させ、陸上部隊の応援を得た、懸命の排水作業の結果沈没は、免れ、4月25日に、 機械室の排水が終わったのに続き、4月30日に、すべての排水作業が終了して、応急修理に取り掛かった。5月21日には、すべての応急修理が完了し、患者及び難洋帳関連の引上げ者を乗せて5月26日に、パラを出港。6月3日に、クレに帰投し、 三菱重工業神戸造船所に開港されて、本格的な修理が行われた。修理は9月16日までに終わり、9月16日に、クレを出港して、マニラに向かう。しかしマニラ入港直前の9月21日午後に、アメリカ第38任務部隊機の機銃装車を受け、窓ガラスが破損するなどの被害を受けた。また同じ9月21日の午前中には、 海中からは、アメリカの潜水艦ハッドが、高砂丸を目撃しており、太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ大将の、長男でハッドの艦長の、チェスター・ W ・ニミッツ・ジュニア少佐は、目撃した高砂丸のことを、美しい病院船と、戦時に一死に記した。そのハッドも同日夜に測量艦活力を、撃沈しているが、活力は、 ハッドの雷撃で撃沈される前に、高砂丸と同様に、機重走車を受けて負傷者を出し、そのうち重傷者2名を行き合った高砂丸に移送している。9月24日には、北緯12度11分統計119度48分、北緯12.183度統計119.800度、12.183119.800 12. の地点で、 未知の暗証に触れて、右舷側の推進軸と船底を破損した。10月7日に、呉に、帰島の後、再び三菱重工業神戸造船所で修理が行われた。この頃、高砂丸の船底に300トン容量の重油タンクが設置される工事が行われようとしていたが、良式派の意見が通って、工事直前に中止になった。1945年に入っても、 高砂丸は、精力的に行動を続けた。2月は、台湾方面を行動したが、2月28日午後に、北緯23度17分統計117度28分、北緯23.283度統計117.467度、23.28317.467の、地点で3機の B-25 の機銃装車を受け、船体に若干に被弾があった。 3月19日には、クレグン空襲のとばっちりで、資金弾3発を受け、4月26日にも、別府出港直後に、瀬戸内海で食来したが、いずれも、大事には至らなかった。極めつけの出来事は7月に起こった。7月3日、ウェイク島に向かっていた高砂丸は、アメリカの駆逐艦、マリーの臨検を受けた。上空では一機の B-24 が、 監視飛行を行っており、4時間半もの臨検により、食料にチェックが入ったが、これは大きな意味を持っていた。主戦場から置き去りにされた、ウェイク島では、食料が極端に欠乏し、在ウェイク島の陸海軍部隊将兵はほぼ全員が、栄養失調状態に陥っていたが、潜水艦による補給では、十分に食料を賄うことができなかった。 高砂丸の搭載していた食料はアメリカ軍側に在ウェイク島の陸海軍部隊将兵に渡す食料として見られたのか高砂丸が国際法違反の病院船による食料輸送機としていると疑いをかけられ翌7月4日にウェイク島に入港して患者の収容を行った際にも上空では2機のアメリカ軍機が監視飛行が行われて 収容時間自体も6時間に限定され、人にも再び駆逐艦の臨検を受けた。結果的には、往路で臨検を受けたことにより患者収容しか行わなかったこともあってか、死の判定となって、とがめはなかった。高砂丸で帰国した内田富む8月15日に終戦を迎えて間もない9月1日、高砂丸は東京港を出港してメレオン島に急行した。 ガシ寸前に陥っていたメレイヨン島の陸軍、独立混成第50旅団を収容し、10月2日に別府に帰着した。その後は、第二福音省の福音輸送艦に指定され、上海方面からの引き上げ輸送に任じる。1949年からは、ナホトカからのシベリア翼流兵士輸送に転じ、ナホトカとマイズルとの間を往復した。 その第一人2030名を輸送した際、船内では、いわゆる、洗脳集団が貴品室などに陣取って、毎朝インターナショナルを交渉し、そうでないものは、戦争の隅に押しやられていた。1952年からの中華人民共和国からの引き上げ輸送にも、公安丸と共に従事した。なお、特設病院船としては、 昭和20年10月5日付で除籍され、1946年8月20日付で、開容された。戦後の大阪商船は、高砂丸を、どう寄与するかもて余していたと見る向きがある。台湾が、終戦により、日本の領土で亡くなったこともあったが、同じく戦争を生き延びた氷川丸が、国内航路、ついで、ヨーロッパ航路、ついには、 フルスのシアトル航路に帰り咲いたのとは対照的であった。1951年頃には移民船として南米航路への転用が計画されていたが石炭粉であったことと国会で計画の予算が削減されたことがネックとなり転用は実現しなかった。その後一連の引上げ輸送に目処がついた後に因島に係留され、 高砂丸は1956年3月23日に解体のため名村造船所に売却、大半開港にて解体された。ありがとうございます。